はい、今日は5月18日、深海でございます。今日はスリーボンドさんでの合同深海人間でございますね。まあスリーボンドさんでやるっていうことはつまり何が出るかと申しますと、イタリーですね。イタリアのワインがたくさん出ますので、それを楽しみにしていきたいと思います。何が出るんでしょうかね。パロール出るかな。この時期にパロールって出るかなと思っちゃうぐらい。今日は30度までございます。確かに確かに。なんか最近では中国がそれこそやっぱりこうブルゴーニュ以外も買うようになってきて、なんかロワーニャが欲しいとかっていう話とかが、本当やめてほしいよね。まあまあでも美味しいワインっていうものにはどん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 ね、人が群がる、そういう風なことになってきておりますのでね。気にしようのがですね、なんか僕たちが飲む分だけ確保したい、そういう風にちょっとね考えてしまう今日この頃でございます。はい、ということで今日はテリアワイン行ってみます。イタリアピエモント州ですね。ワイナリームさんがトラッチャデルピアンタリーニアさんの作るネブネピオロトリーネのバレージですね。はい、値段3400円です。名前長いな。これインスタとかで書きたくないぐらいのレベルの長さです。あ、めちゃくちゃいい香り。あ、インポーターモナカさんです。モナカさんですね。モナカさんもやはりイタリアが強い、そんなインポーターさんです。2019年、いい感じの熟成感が出てきて本当に美味しいですね。今日は本当に2019、20、21、その辺ですね。なんで19年でもう4年経ってるからかな。結構な熟成感がじゃっと出てきてる。面白いですね、これ。美味しいですね。飲んですぐこうネピオロって分かるような、うん、綺麗さ、鉄分感じますね。うんうん。じゃあネピオロの、まあ、今回、まあ、それこそまた後でバロール取り上げるかもしれませんけど、このネピオーロっていうものを考えるときに、パッとこれをネピオーロと言えるのかって言ったら、ちょっとなんかね考えちゃうときもあってですね。僕は僕多分これアリアニコって言いますね。タンニンすごいです。ちょっと南のイメージがあるんだよね、味わいに。華やかさが結構強いんで、ね、で華やかさもあるし、なんか果実味も結構きつつ、そしてこの落ち着き度合い、なんだこれっていう風にこう頭がごちゃ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 って、なんかサンジュベーゼも頭をよぎるような感じの美しさもあります、うん、そうですね。こうイタリアのネピオロからサンジュベーゼ、アリアニコ、あの辺をこう点々としそうな楽しいワインです。なんか結構色合いも結構しっかりしている、そんなワインですかね。難しいです。さあソムポお願いします。34件めちゃくちゃいいと思います。いいと思います。ソムリンポイントが、ポイント4点、はい、いいですね。なかなかコスパのいい、本当にいいネピオールだと思います。ぜひ試してみてください。さあ何食べたい。このタンニン分ちょっとね、サラミとかかな。まあそうなっちゃうね。もう絶対合うと思うんですよ、ね、なんか絶対なんか間違いなく合わせるとそっち系になっちゃいますね。うん、絶対に合うと思います。肉肉しくなんかギュッと噛みながら中にこう胡椒が入ってるようなやつをやったら最高に合うと思います。ほい、よし。イタリアピエモンテですね、はい、コルディロモンテツモロさんです。はい、コルディロモンテツモロ、はい、コルディロディモンテツモロのバローロ の、はい、のエンリコ6ですかね、これ。なるほど。2019年のお値段2万円ぴったりです。お、高い高いですね。もともとコルデロディモンテツモロ飯田さんがやってらっしゃいましたけども、今年になってからですね、スリーボンドさんに変わっております。今日は結構なラインナップで、はい、たくさん出てて、まあ、今回はちょっと一番高いものを今回紹介しようということになりまして、でやっぱり2万円、やっぱりそこちゃんとうまい、さすがだなっていうふうに思う。めちゃくちゃいいと思います。ギュッとこのくる担任分、これが
、ああバロールだなって思います。本当にね。このやっぱ色も薄いんですけど、そうそうそう、甘みとしっかりとした感じ。間違いない間違いない。もう王道バロール、そんな感じの素晴らしさを、ちゃんと伝えてくれる素晴らしいワインです。飲んでます。これねやっぱり飲んじゃう。飲まなきゃ。その下にですね、バロールのガッテーラっていう1万6000円のワインがあるんですけど、はいはい、やっぱりその4000円の差があるぐらいの旨味出し系がすごいな。なるほどなるほど。これ19年だよね。もうこの味わいでやっぱり19年になってきてるんだってやつをちょっと頭の中にインプットしておかないと。そうですね、なんかバローロでなんかもっとなんか19年のもっとピチピチしてるかなっていう風なイメージがすごく、もうちゃんと落ち着きが始まってきている。この味わい、ヴィンテージ的には3年経つとやっぱそういう風になるのかなと。まあ4年か4年3年半ぐらい経てばこんな金融にもこう今出てきてるなと思う、うん、こうだんだん早くなってきてるんですか。そうですね、非常に美味しいワインです、うん。さあ、損保お願いします。あ、どうしようかな。あ、美味しいんだよ。上がりますね、これは。ソムリンポイント7点どうでしょうか。はい、いいと思います、うん、まあ、上がるだろうなと思ってました。失礼しました。いえいえ、大丈夫です。あの、期待通りでございます。はい、じゃあ、何が食べたいですか。先ほどのネピュロと違ってサラミというよりはなんかしっかりした料理食べたいなって思わせるんですよ。そうなんだよね。なんかさっきのはもうちょっとなんかね、こう中心の中がギュッとくるようななんか厚みのある果実味たっぷりのやつだったのが、今回に関してはもう出汁系の美味しいネピュロ、もちろんタンにはしっかりあるんだけどね。そうなった時に合わせようと思ったらやっぱりちゃんとしたお料理合わせたくなりますね。お肉はもちろんなんですけど、うん、本当に今の夏野菜になるとすごいいいなと思って、ね。いやもうお約束で申し訳ないけど、金のビーフシチューなんか抜群に合うと思いますよ。間違いないでしょうね。最高に合うと思います。金のビーフシチューにちょっとマッシュルームとか入れて、あ、なんかサイドね。なんか野菜もたくさん入れてみてもいいかもしれないですね。金のビーフシチュー3パックぐらい買ってきて、野菜もう一回なんかコトコト煮込んで、ね、焼いたやつとかをね、はい、また中にぶち込んでやってあげればもっと美味しくなると思います。最高だと思います。はい。ボン。眩しい今日は本当に。はい、終了でございました。イタリア良かったです。イタリア良かったね。なんかやっぱりこう暑いと一番最初の泡がやけにうまく感じてしまうのは仕方がないことでございますね。今日やっぱりプロセッコで、うん、冷やして、そうですね、最高かもしれません。間違いないですね。プロセッコ多分飲みたいね。イエス。なんかプロセッコやっぱり2000円弱ぐらいでなんか安いやつをグビグビ飲めたら一番いい。もちろんね、フランチクルダも美味しいやつがあるんですけどね。それこそスリーボンドさんのフランチクルダ美味しいのがありまして、次回のまたスリーボンドさんの試飲会まだ6月頭にあるんですけども、それは、フランチクルダの生産者が来るということでございますね。非常に楽しみな試飲会が行われます。あれでも安くてうまいですね。安くて美味しいですね。非常によろしくございます。はい、ということで今日はこれで終わりでございます。明日はまた、マシンドレゴ、はい、マシンドレゴのもう本当にまたでかい進化でございますので、ね、頑張りたいと思います。じゃあまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。